カールルートビヒミ・ヘレットカールルートビヒミ・ヘレットはドイツの哲学者ヘーゲル中央派に属すベルリンの生まれベルリン大学で哲学を学ぶ1824年に哲学博士の学位を取得当時はヘーゲルの哲学が一世を風靡し彼も例外なくヘーゲルの影響下で学んだその後1829年にベルリン大学教授に就任 修正その職についていた。ヘーゲル哲学を専門に教え、ヘーゲル哲学の伝統の教授とルフに尽力した。1828年に哲学的道徳の体系を出版し、責任の倫理学的の理論の解明で注目される。1836年にはパリでアリストテレスの刑事上学の学説を発表、道徳と政治の科学というタイトルでフランス語で出版する。 この他にも1848年にはニコマコス倫理学、1828年にはアリストテレスの倫理学と道徳の体系との関係とアリストテレス関係の論説を発表している。心的個性についての講義や永遠なる心的個性の権限などを発表。哲学的進学を新キリスト教的心霊主義として書かれている。他に、 最新の哲学の体系の歴史カントからヘーゲルまで人間学と心理学、論理学概論、自然方法哲学についてヘーゲル、反爆できない世界哲学者、個々ではない生からの真実などいずれもヘーゲル哲学の発展、解説に努めた。また、百三十二年から百四十二年までヘーゲル全集の観光に従八百四十五年に ベルリン哲学協会を創設。ヘーゲル哲学の代表的な組織として続いている。機関誌、デアゲ・ダンケも主催し、重要な学術論文雑誌として認識されている。また、彼は、ヘーゲル学派の分裂により、中央派とされたが左派と中央派との合同を提案していた。したがって、右派のような保守的な立場からではなく、ヘーゲル哲学を発展させていき、 ニーチェなどに代表されるニヒリズムの思想、生の哲学などに対抗していった。この姿勢は20世紀の新ヘーゲル学派の出現に貢献したと言える。ありがとうございます。